ご注意ください。
ケンさん。買いとく。
シャレなのがある。おしゃれなのがある。ああ、いい。洋風じゃない。ここもいいな。そういうテント作ったらうちは。すいません、はい、この青いの1個もらえますか。はい、ありがとうございます。すいません、ステーキとか焼くのってどういうのがいいですか。この辺だったら全部いきますよ。ただ大きさにどのぐらいのステーキが食べたいかにもよるし、あの何人でお食べになるかってことにもよるんですけど、とりあえず一人用で、あ、そうやな、でもこれぐらいあった方が、これあれば間違いなく出てきますもんね。いきます。2人か3人集まっても、こういうカセットコンロ出せば。そうですよね、いろんなやつに使ってもらいます。お肉っていう感じで、まあ、いろいろ肉あるんで、こういうジンギスカみたいなものを使って、うんうん、結構これってこう熱が通って、ここ水分もいけるんで、しゃぶしゃぶやりながら食べれるみたいな。ステーキでいい、とりあえずだったらこれですね。これはどれや、こちらですね。これっていくらですか。3200円ですね。いけるな、いけるな。じゃあ1枚もらえますか。色はね、茶色と黒があるんですけど、黒がいいかな。じゃあ黒でお願いします。はい、こちらで、はい、ありがとうございます。注意としては、はい、ガンガンに温めすぎると熱くなりすぎるんで、じゃあ弱火とか中火ぐらいで、温めた状態だと逆にとろ火ぐらいにいけちゃう。じゃあ一回温まっちゃったらもう弱火で、弱めて。わかりました。最初から最後までガンガンにやった人が
できないって言われたせいで、あ、火が消えちゃうとかいう話もあって、それは安全装置が働いちゃうんで、ああ、ついたか。そうそう、だから安全装置働かせても意味がないんで。あ、これって冷めないですよね、逆になかなか。そうなんです、そうです、そうですよね。だから温めにくく冷めにくいんですよ。あ、じゃあもう早めにやって、そう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 、冷ましたかね。じゃああれですね、水とかで急に冷ましたら割れちゃいますもんね。全然大丈夫です。あ、大丈夫なんですか。逆に大丈夫。へえ、そうなんや、ね、いいのか。じゃあ、はい、すみません。よそのやつは分からん。あ、ここは大丈夫。これは大丈夫。普通の陶板は水で一気にかけたら割るんですけど、この温めた状態で水かけてもほぼ割れないです。分かりました。ありがとうございます。お使いください。思ったより軽いですね。軽いですよ。